俺の区間は a w m はい、どうも、すこです。えー、今回はですね、まあ、この間紹介しました、無料金券配布があるよって話、ディスコードのやつ、話したじゃないですか。まあ、あれがま、終わったわけなんですけれど、一応ですね、どういう感じの仕様やったかっていうのを、ま、振り返っていって、まあ、今後また、ディスコードの、ま、金券配布イベント、無料金券配布とか、今ま、金獣配布とかしてますけれど、まあ、そのイベントの方をですね、まあ、どういう感じでしていけばいいかっていうのをまとめていこうと思います。それではやっていく。 はい、というわけでやっていくわけなんですけれど、まあ、今回ね、あの、ディスコードの方にですね、まあ、公式のディスコードがあるんですけれど、まあ、そちらに、運営ツイートから入ることによって、まあ、金券の方が、ま、抽選でもらえますよっていう、そんな感じのイベントをされていたんですよね。で、そちらのイベントの方なんですけれども、まあ、200金券の方が抽選当たった人をもらえるっていう風になってまして、一応、抽選っていうのは、その、ディスコードのボットがいて、抽選してくれる、そのディスコードラインに入っているメンバーから、ま、抽選で何名か選んで、それでま、名称の方を送るっていうですね、そんな感じのま、ボットがあるんですけれど、そちらの方を活用 して抽選して、そして当たった方が担当のですね。まあ、ディスコードの公式 Discord の担当の方がいらっしゃるんですけれど、その担当の方にまあその個人で dm を送るんですよね。こっちに送られるんじゃなくて、こっちから送ることによってもらえたっていう。そんな感じのイベントだったんですよ。一応、その公式 Discord に入って該当ツイートをリツイートして、そしてまあアカウントをフォローするっていう。ツイッター上でまあ、これをやることによって、まあ一応もらえたっていう感じになってましたね。まあ、今回のその緊急配布に関しましても、まあリツイートとフォローが必要っていう。まあ、そんな感じになっていまして。基本まあそこら辺がメインとなってくるような。気が ってのがま、今後、その、最新情報っていうのも、ま、その、ディスコードの方に出る可能性っていうのは十分あると思いますので、ま、結構、こう行動の情報とか気になる人、そしてなんか、いろいろ欲しいなっていうふうに思ってる人、ワンチャンス生まれればいいなっていうふうに思ってらっしゃる方は、ま、この公式ディスコードの方入ってですね、ま、そこら辺チェックしていけばいいのかなっていうふうに思いますね。そういう大事なイベントっていうのは、ま、アットオールドが使ってですね、ま、自分に通知来るようになってます まあ、通知消えたらそこら辺をチェックしてみたいな。逆にまあ、通知うるせえな、みたいな。どうせディスコードよく開くし、通知オフにしといて、まあ、プラス1位とかなっとったらその時だけ見たいな、っていうふうに思ってるんだったら、まあ、その多分、ググればわかると思うんですけれど、ディスコードのその、サーバーごとにですね、通知オフにするっていう機能もあるんで、そこら辺を活用しながらですね、まあ、抜けずに続けていけばいいんじゃないっていうですね。まあ、その機能知らんかったら、もううるせえから抜けようみたいな感じになると思うんですけれど、一応サーバーごとに、まあ、通知のオンオフってできるんで、まあ、その辺うまく活用していきながら、まあ、皆さんされればいいんじゃないかな、っていうふうに、まあ、思いますね。 で、まぁ、あ、この間の動画でこの話しなかったんですよね、自分。はい。リツイートが必要とかしてなかったんですけれど、何度お前せんかったんやみたいな感じで思われる方もいらっしゃるかもしれないんですが、その時まだ不明だったんですよ。 はい。わかんなかったんです。とりあえず入ってから、後日告知しますよっていう、そういうスタンスやったんで、わかんなかったっていう。まあ、入ってから、入ってしばらく経ってからそれが出たんで、まあ、今回は改めてまとめていったって感じですね。はい。別に僕は隠してたわけじゃないですからね。そこはちょっとね、弁明させてください。はい。はい、というわけで今回も皆さんの疑問や質問に答えしていこうかなというふうに思います。で、は、ま、こちらですね、この質問疑問のコーナーぜひギンナさんだけじゃなく、こういう行動運営全員に見てほしい。これだけちゃんとした質問疑問を持ってると、それをこれ以上ない正論で返す動画は価値があると、まあ、どうなんですかねそれはま、運営の ススタンスにもよってくると思いますけれどまあ、実際、その、まあ、有用かどうか、運営にとって有用かどうかっていうのは、まあ、運営からのそのスタンスによって変わるわけで、まあ、社員一人一人が、まあ、その、ゲームをね、うまく作っていきたいなとか、まあ、よ,よりよく仕事をしたいなっていうふうに思っているんだったら、まあ、見る必要はあると思うんですけれど、そうではなくて、まあ、自分がその、給与をもらえれば、まあ、お金儲ければ、まあ、あとはもう知ったことじゃないよっていうぐらいにしか、まあ、思っていないんだったら、まあ、見る理由もないんで、普通にまあ、面倒くさいですしね。で、次ですね。 最近、謎に通報多数つく人が多くなった気がすると、そうっすね。結構なんか、増えてる印象ありますね。まあ、その、いや、でも自分ちょっと発言、あれだもんな、っていう人が今まではつくケースが多かったんですけれど、最近はいや、どう考えても、あなたはその、そういう行動をするタイプではないですよね、っていう。ま、あ女性のプレイヤーで、ぼちぼちやってる人とか、まあ、そういう人にも通報多数って結構つくようになってるんですよね。よりよく、ま、あ長くこういう行動をプレイしているほど、まあ、つきやすい傾向にあっているな、っていうふうに思っていて、まあ、ブロックしたりとか、まあ、通報したりとかして、まあ、そうやってなんかね、自分が死んだりとか、 折りたい時にやっている人ってのは結構多いのかなって思いますんでその影響で長くプレイすればするほどまこういう行動をやめる理由ってのが積み重なっていくようなそんな感じのシステムにま現状はなってしまっているなっていう風には見ていて思いますよねはい。まあまあなんかいい感じで使えてないなってのは思いますねはい。結構そのまあブロックすることによってチブセンとマッチングしなくなるってこともありますんでまそれを使うことによってま強いプレイヤーをマッチングしないようにするためにま強かったらどんどんブロックしていくっていう感じのま使い方っていうのもされてる方いらっしゃると思いますし まあ結構その辺とかも手こ入れする必要ってのはちょっとあるんかなっていうふうにはまあ正直思いましたね。で次ですね。月パスは金券増えますかと増えますよ。週パスも月パスもちゃんと買えば増えますね。一応その月パスと週パス一番最後の日のやつ受け取った後に割引が出るんですよね。週パスは50数金券ぐらいで購入、定価は60金券ですね。月パスの方は定価300金券で、まあ、割引でその日だけ270金券で購入できるっていうふうになりますんで、まあ、その差額分ですね増えていくって感じで使えますね。まあ結構ここら辺活用されてる方多いと思いますし、まあ,あまあ課金。 してないとは知らんと思うんですけれど、まあその無課金税で、まあ今回のその配布された無料金券まだ使ってないんだったら、まあ月パスと週パスの方に使っていって、まあちょっとずつですね金券増やすってことはまあしてみてもいいのかなっていうふうに思いますね。普通今勲章も増えていくんで美味しいですし、まあそこら辺あるものは活用した方がいいっていう週パス、月パスとバトルパスはですね、まあ無課金、微課金でとりあえず買っとくべき、まあ、そういうものかなっていうふうには思いますね。で次ですね、クゴ式軽機関銃とか M C X 56式とかの分器マジで消してほしいんだけれど、金箔スキン持ってるから消すとか補填しない できないとかなんか暗黙のルール的なものではあるんですかとこのゲームの運営でも補填しなすそうすけどねゲストしても、補填はなすそうっすよ、うん、<laughs> ないんじゃないですかだ <laughs> からまあ、久保式系機関銃はまだね玉抜きするときに弾たくさん取れるんでそっちはまだね、まあ存在価値なくもないんですけれどまあ、MCX とね、あとまあ56式はね、マジで意味わからんからね、あの2つは何のために存在してるのかっていう何のために使えばいいのか、まるでわからないそんな感じの2つの武器ですよねなんで実装したのかっていうね使用用途を逆にその説明してほしいっていうあの 2つででしかかかきなななななないいいいこととか、まあ、特徴みみみたたたももののののっっててて全劣化みたいな完全全くく既存完完介護官みたいな感じになってますから、まあ、そういうのあったらね、結構使う理由なんか、それ限定の特徴みたいなのあったら使う理由にもなるんですけれど、まあ、完全な介護感っていうですね、環境に今噛み合ってないからとか、まあ、特徴はあるけれど使いづらいから使われないとかやったらわかるんですけれど、まあ、そうではなくて、マジでその、利点が何一つないっていうのは、ま、ほんなんか、かわいそうですし、なんか利点がないと拾う意味もないと思いますんで、そういうのはなんか欲しいですよね。で、次ですね、4月の28から、ね、 ネットイースがネットバイデイライトモバイル配信開始するみたいですけれど、同社コラボってあると思いますかと。まぁ、あ、違うゲームの会社やったら同社コラボして何もない時期をごまかすってことはしてますけれど、大事な時期で同社コラボ使うってことは意外としないですもんね。4月の28っていうと、ちょうどまぁゴールデンウィーク被っているっていう具合になっていて、まあどうせやっ ただ、普通はそこにもっといいタイトルを持ってくるんじゃないかなっていうのは思うんですよね。まあ、なんでゴールデンウィークやまあ、やってもおかしくはないんですけど、ね。でもそれコラボレーションするとなんか分散しちゃうような気もするんで、やるとすればその手前次のアップデートからデッドバイデイライトコラボば廃止とか。あとはそのアップデ来て1週間後にデッドバイデイライトコラボレーションを開始してまあ、ネットレースが新しく出します。よっていう告知を1週間前から売っていくとかまあ。それかゴールデンウィーク開けてからとか。まあそういう使い方の方がどっちかっていうと、まあ、あるのかなと思いますね。まあ、見た感じでネットバイデイライトモバイルってまあ。 ユーザーザ対象ではない。感じっってののが、まあ、若干ありますんんで世界のユーザーザを取るたたために、まあ、作ったみいたいいなななそうううう側面強いから、まあ、どうなんだろうなとは思うんですけどね、はい、とか、ま、デッドバイデイライトってコンテンツ自体はどうなんですかねまあ、やってるプレイヤーって正直おるんですかね世界的な、まあ、そのプレイ人口っていうのがわかんないんで、どっちかっていうと、ま、少し、ま、1年2年ぐらい前のゲームスタイルっていうイメージがあって、まあ、あの手のゲームするんだったらどっちかっていうと、ま、もっとなんかね、ロジカルにできる人狼とか、そういうゲームの方を選ぶ人は が出るんじゃないかなとは思うんでどうなんでしょうねはい、まあ、第5人格とかもまあねプレイヤー層すごいこだわってるというかまあ他のゲームではあんまない感じのプレイヤー層になってますけれど女性多めって感じにどうなんですかねデッドバイリライトに関してはまあ日本だとワンチャンそこで分散してしまう可能性とかもあるかもしれないんでそこはちょっとなんか怖いところだなっていう風には思いますね世界人口がわかんないんでなんともっていう世界目線な気しますけどね